はい、皆さんお疲れ様です。今回なんですけれども、前回に引き続きね、市場暴落したということで10万コイン以下のね、コスパミッドフィルダー編やっていきたいと思います。ぜひ参考にしていただければ幸いです。ということで早速見ていきましょう。はい、ということでじゃあ早速やっていきましょう。まあミッドフィルダー編ということでね、まあ今回は CDM、CM、CAM の3つやっていきたいと思います。でそれぞれね、初期ポジの選手のみ選出しておりますので、そこはね、ご注意してください。LMRM もね、一応ミッドフィルダーではあるんですけど、まあ大体 LMRM できる選手はね、LWRW もね、できるなということで、まあちょっとそっちの方はね、フォワード編に紹介していければなと思うので、今回は CDM、CM、CAM の順でやっていきたいと思います。で、前回と同じくトップ3の発表ですね。はい、やっていきたいと思います。ということで、まず1人目。オドリですね。身長191センチの、加速タイプ、かなり長いスキル、3逆足4右利きとなっております。で、サポジに CM できて能力詳細こんな感じです。まあ今作ね、ロドリも、最高レートになってて、まあね、先日ね、バロンドールも、獲得してましたけれども、まあ今作のロドリはめちゃくちゃ強いです。はい、自分もね、今でも、スタメンで使うぐらい、強くて、まあ、正直ね、まあ、今作ね、ミッドフィルダーそんなにペース、必要じゃないなということで、まあ、全然このぐらいのペース66ですけど、参るなといったところで今回選出しております。まあ、やっぱりなんといってもロドリね、今作、ティキタカプラスついてるっていうところで、まあ、このティキタカの評価が個人的にやっぱめちゃくちゃ高くて、ミッドフィルダーティキタカ持ってないと、まあ、特にねビルドアップ今作難しい仕様になってて、ちょっと体勢崩れてるパスでも、簡単にずれたりはするんで、まあ、このティキタカ持ってることでビルドアップめちゃくちゃ安定するので、ぜひね皆さん使ったことない方はねティキタカ持ち、1回でもいいんでね、試してみてほしいなとは思いますね。はい、で能力的にもね、シュートも打てるし、パスもめちゃくちゃ上手くて、でドリブルもまあ味腹低いんで、ちょっと重たさはあるんですけど、まあ、その分パスが優秀すぎるんで、まあ、ここも問題ないでしょうと。で、一応シールドもついてますしね。うん。で、守備も、めちゃくちゃ高くて、フィジカルも高いと。で、容赦なし持ってないんですけど、まあ、スタミナね、91持ってるんで、まあ別にフル持たないことはないですね。はい。で、プレイスタイルも、ね、一応白パワーシュート持ってて、まあ今作は白パワーシュート持ってるだけでもだいぶいい、挙動速くて、力強いシュート打てるので、まあ、これもめちゃくちゃ魅力的かなと。で、しっかりロボの達人についていて、ブルーザーって、まあ、シールドさっき話した通り持ってて、で、エアリアルもあるんでね、まあ、空中戦も、強くてありがたいかなっていったところでありますかね。はい。で、CDM のボランチプラスとレジスタプラスプラス、そして CM はボックスとボックスプラス持ってるといったところで、まあ、ここもめちゃくちゃ、レジスタプラスプラスが特にね、ありがたいかなと思います。まあ、ロドリは本当にね、2ブランの一角とかいうよりも、本当に CDM アンカー、として、使った方がいいんじゃないかなとは思いますね。もう本当レジスタプラスプラスで使ってあげると、もうビルドアップ中にもうひょっこりはみたいな感じで、僕ここいますよみたいな感じでめちゃくちゃ顔出してくれるので、本当に433とか使ってる方はね、おすすめなんじゃないかなと思います。はい、続いて2人目はパトリ・ギハロですね。身長171センチの、加速タイプがやや爆発的、スキル4逆足4右利きとなっております。で、サポジに、CM できて能力詳細こんな感じです。まあ、パトリもね、今作象徴する選手じゃないですけれど、まあ、能力が素晴らしい、能力になってますし、まあ、ドリブルもしっかりできて、パスもね、ショートパス、ロングパスしっかり高くて、シュートも打てて、で、ドリブル値もしっかり高くて、守備も、フィジカルも高いと。まあ、文句ないっすね、正直。現環境でもナンバーワンと、現役だったらナンバーワンと言ってもいいぐらい、めちゃくちゃいい選手になってるんじゃないかなと、カードになってるんじゃないかなとは思います。で、プレイスタイルが、高精度持ってて、高精度も打てると。で、トリベラついてないんですけど、シュート力と、ロングシュートめちゃくちゃ高いんで、トリベラもめちゃくちゃ入りますね。はい。で、パスが、スルーパス、ロブの達人プラス、ディキタカ持ちと。まあ、正直今作はミッドフィルダーに求めるのは、もうこの3つ、鋭いパス、ロブ達、ディキタカ。この3つあればいいみたいなところあります。ティキタカでほとんど的確なパス賄えちゃうので、個人的にはこの3つが、今作の3種の新規になってるんじゃないかなとは思いますね。はい。で、フレアもあるので、意外とドリブルもね、まあ、味腹とか、まあ、高いですけど、別に高いんですけど、まあ、ちょっともったり感はあるんですけど、別にフレア持ってるし、そんなに気にならない程度ですかね。はい。で、トラッパーあるのはありがたいですし、シールドもしっかりあって、もう最高です。はい。で、役割に関してはボランチ、レジスタ、プラス、CDM で持ってて、一応 CM はプレイメーカーがついてるといったところですかね。まあ、プラスプラスないのはね、ちょっとロドリとは、劣るかなと思うんですけど、
まあ、それでもね、ボランチとレジスタ持ってるんで、まあ問題ないんじゃないかなと思います。スキル4あるのもね、ありがたいです。まだまだ現役でも、全然使える、現環境でも使える、カードになってるんじゃないかなと思います。はい、ということで3人目は、TOTW のペドリですね。身長174センチの加速タイプ、かなり爆発的。スキル4、逆足4、右利きとなっております。で、サポジに CM と LW できて、能力詳細こんな感じです。まあ、ペドリはね、金の時点でめちゃくちゃ、操作感というか、使用感めちゃくちゃ良かったので、まあ、この TOTW 今回 CDM 登録なんで、まあ、CDM の方で話、紹介しますけど、まあ、うん、中盤 CM でも全然使えますね。スリーセンターの一角でも全然使えるかなと思います。まあ、本当に金の時か使用感良すぎて、まあ、なんといってもやっぱりこの鋭いパスプラス持ってるので、あとこのさっき言ったね、このロブ立つってきたかもしっかりあるんで、うん、まあもう本当に使用感良くてドリブルもキュンキュンでパスめちゃくちゃうまいと、もう、まあなん、うん、守備が若干、どうなのっていうところはね、あるかなとは思うんですけど、まあ小回り効く分守備のしやすさはめちゃくちゃありますね。まあただちょっと取りきれないシーンとかね、金の時は、感じたので、まあそこだけはちょっと、注意は必要かなとは思いますね。はい。で、テクニカル持ってて、容赦なし持ってて、スタミナも88なのでフルで使える。で、トラッパー持ってると。まあだからシールドがあったらより良かったかなとは思いますね。はい。で、一応 CM のプレイメーカープラス、CDM はレジスタープラス、そして LW にワイドプレイメーカー持ってるというところですね。まあ、ペドリもね、プラスプラスは持ってないので、まあ、そこはちょっとやっぱね、若干ロドリの方が、うん、個人的には優秀かなと思ったんで、ロドリ1位にしてるんですけど、まあ、それでもね、まあ、ほんと好みですね、この3枚。ほんと誰使うか好みなんじゃないかなとは思います。どっちかというと、ペドリの方が、3センターの一角で使ってあげた方がいいかなみたいな感じではありますかね。はい、はい、続いて CM 部門見ていきましょう。まず一人目はデブライネですね。身長181センチ、加速タイプ控えめのスキル4、逆足5、右利きとなっております。で、スタポジにキャムできて能力詳細部こんな感じです。まあさっきも言ったようにね、ペースそんなに、今作中盤必要ないなといったところで、まあペースがね、だいぶ下げられてどうなのってところであったんですけど、まあめちゃくちゃ強いですね、今作のデブライネ。うん。で、シュートもめちゃくちゃ高くて、パス、もうほんとパスね、やばいっすね、デブライネ。もう金デブライネ、なんかトレフカとかで持ってる人一回ね、使ってみてください。本当にやばいです、パス。うますぎって、なんか補正かかりまくって、もうデブライネにしか出せないパスみたいなのがあるぐらい、本当に感動するレベルでパスうまいです。はい。で、ドリブル味腹若干低いんで、ちょっと重たさあるんですけど、まあ、なんでエンジンとかつけてあげた方がいいんじゃないかなとは思いますね。あと、守備の部分もね、ちょっと、やっぱペドリ同様、若干不安はあるので、あ、まあ、相方はロドリとかね、もしくは3センターの一角で使ってあげるのがベストなんじゃないかなと。2ボラで組むなら相方はね、守備高めの選手を置いてあげるのをおすすめします。はい。で、プレイスタイルに関しては、まあ、スルーパスプラス。これがやばいんすよね、今作。うん、ティキタカ持ってないのはちょっと若干マイナスポイントかなっていうのはあるんですけれども、まあ、鋭い、まあ、これがなんかでもほんとやばいっす。もう、とりあえず、足元へのパスでもこれ、三角ボタンで出しておけば、なんか相手のサーチ来なくて、なぜか知らないけど抜けちゃったみたいな、うん、ってなるぐらいこのスルーパスプラス強いんで、まあ、本当に試してみてくださいと。で、セッタープラス、セッターじゃない、セッター、ん?セッター持ってて、トリベラも持ってるといったところで、まあ、シュートね、トリベラめちゃくちゃうまいですし、普通に高精度とかもね、持ってないんですけど決まるんで、まあ、ガンガンデブライネで前持ったら、バイタル付近で持ったら仕掛けてもいいんじゃないかなと思いますね。セッター持ちなのは本当ありがたい。はい、続いて2人目はフレンキー・デヨングですね。身長181センチのかなり爆発的、スキル4、逆足3、右利きとなっております。で、サポジに CDM できて能力詳細こんな感じです。まあ今作のフレンキーもめちゃくちゃ強いですね。まあ相変わらずって言ったらあれなんですけど、まあもう FIFA20 ぐらいからフレンキーずっと強いですね。なんかやっぱりフレンキー独特のあの AI の動きの良さだったりとか、なんか知らんけど勝手にボール刈り取ってくれたりとか、パスカットしてくれたりとかするシーン、めちゃくちゃ目立ちますし、まあなんといってもプレイスタイルでこの3つしっかり持ってるよっていうところ。まあトリベラプラス、なのはまあ、ちょっと渋いなっていったところではあるんですけど、まあでもトリベラもね、このプラス持ってるんで、結構入りますし、まあフレアとシールドもしっかり持ってると。うん。で、ディフェンスもね、守備77ですけど、まあ、体感82ぐらいはありますね。はい。で、フィジカルも74じゃないですね。83ぐらいはありますね、本当に。手ぐらいなんか存在感あるし、一回使ったらなんか離れられなくなるような、使用感してるんじゃないかなと思います。で、CDM はボランチプラス。これなんでレジスタ持ってないんだろうっていうところであるんですけどね。まあ、あとはセンターハーフか。うん。で、あとはま、CM でプレイメーカープラス、プラス持ってますね。はい。まあ、このフレンキーも10万近くしてたんですけど、もうだいぶね、安くなってるんで、
まあ、買いやすい値段になったんじゃないかなとは思います。はい、続いて CM ラスト、ベルナードシューバですね。身長173センチの加速タイプが爆発的、スキル4逆足3左利きとなっております。でサポジに RW できて能力詳細こんな感じです。まあ、ベルナルドはなんといっても、この金テクニカル持ってるよっていうところと、まあ、ドリブルが、92と、すごく高いところ、もう本当使用感は、最高ですね。うん、でペースもね今作謎にアップということで加速が83あるので、なんかストレーフの一瞬の加速とか出ますし、まあ、シュートもねしっかり打ててパスもめちゃくちゃうまいと、まあ、強いて言うならスルーパスあったら嬉しかったなといったところですかね。はい、でドリブルは言わずもがなで、守備に関しても、あ、そう、守備がね結構上がってるんで意外とボール取ってくれるんですよね。ここも魅力的かなと思います。でフィジカルは低いですけれども、まあ、スタミナ高くてアグレッションもまあもうぼちぼちあると。で容赦なしなんで、まあ1試合フルで余裕で持ちますね。はい、で金テクニカル、フレア、トリベラ、そしてティキタカ、大胆なパスと、まあ本当スルーパスあればもっと最高だったなっていったところではあるんですけど、まあ使用感で言えばもうめちゃくちゃ最高なので、本当おすすめになってるんじゃないかなと思います。まあ、どちらかというと、3センターの一角、デブライネとかもね守備は低いんですけど、まあ、デブライネはね体格があるんで2ブラとかで使ってあげてもまあまあまあやれるかなっていう感じで あるんですけど、まあ自分も今ね使ってるんですけど、デブライネを2ブラの一角で、まあ、相方ロドリと、デブライネで使ってるんですけど、まあ、ベルナルドは2ブラだったらちょっと若干ねやっぱフィジカル的にも身長低めなのでってなったら、まあ、うん、3センターの一角、433の一角とか431の一角とか、まあ、4122の一角とかで使ってあげた方がいいんじゃないかなとは思いますね。はい、ということでラストキャムの方を見ていきましょう。まず一人目はムシアラですね。身長184センチの加速タイプ控えめ、スキル5逆足4右利きとなっております。でサポジに CM と LM できて能力詳細こんな感じです。まあムシアラも今作めちゃくちゃ使用感いいですね。去年もめちゃくちゃ良かったんですけど、今年も引き続き、めちゃくちゃ使用感良くなっております。でペース、しっかりあってシュート打ててパスも出せてドリブルめちゃくちゃキュンキュンですね。で守備とフィジカルはちょっと低いんですけど、まあ、守備もできなくはないですね。はい、まあ、3センターの一角とかで使ってあげるのも全然ありかなとは思います。でプレイスタイルこのテクニカルプラス、持っててさらにこのスルーパスしっかり持ってる、ここがポイント高いですね本当に。でフレアって、まあ、トラッパーあればよかったんですけど、まあ、これ持ってないと。で、まあ、トリッカーがねその代わりあるんで、まあ、スキル5に加えてさらにトリッカーのシュートフェイント、あちらも、使用可能になってるんで、まあ、ほんとドリームで1枚剥がしてラストパス出させてみたいな、やり方、使い方してあげるとめちゃくちゃ生きるんじゃないかなと思います。でキャムのシャドウストライカープラスプラス、これ持ってるのも非常に優秀ですね。まあ、ケミもね、バイエルンのドイツ人なんで合わせやすいですし、まあ、トップ下でコスパで言えば本当に一番手のおすすめはムシアラかなといった感じですかね。はい、続いて2人目は、ブルーノ・フェルナンデスですね。身長179センチの、加速タイプやや爆発的、スキル4逆足3右利きとなっております。でサポジに CM できて能力詳細とこんな感じです。まあ、ブルーノもね、ペース低いんですけど、まあ、もうブルーノの役割といえば、このロブの達人持ってる、でさらにスルーパスと、的確も持ってるんで、もうほんとパス受けたらちょっと1枚剥がすとかいらなくて、もうそのままダイレフラスで出してあげるとか、もうそういう役割に、させてあげたらいいんじゃないかなと思います。シュートはね、しっかり高くてトリベラもついてるので、あ、トリベラついてないのか。あのトリベラついてると思ってました本当に。ってぐらいめちゃくちゃトリベラも上手いです。はい、でパスに関しては言わずもがなで、まあ、ドリブル値はね若干そんなめちゃくちゃ高いってわけじゃないので、まあもう本当にブルーノフリーになったらブルーノに当ててあげて、そのまま STA でエルフラスとか、スルーパス出すっていうやり方でいいんじゃないかなと思います。で守備もまあぼちぼちできるんですけど、デブラインとか同様、低くはなっているので、ブルーノもまあ3センターの一角だったりとか、まあそれこそトップ下、それ、うん、それこそというか、まあこのキャムなんで、しっかりトップ下で使ってあげるとかの方がいいんじゃないかなと思います。でスタミナ95で容赦なし持ってるっていうので、フルし余裕で持ちますと。でトラッパーしっかりあって、フレアもあって、でセッターもついてる、これも、ポイント高いですね。はい、でプレイメーカープラスプラスとハーフインガー持ってますということで、まあ本当プレイメーカープラスプラス、これの動きめちゃくちゃいいんで、まあ、非常におすすめとなっております。はい、ということでラスト、ビルスですね。身長177センチ、かなり爆発的、スキル4逆足4右利きとなっております。でサポジに LM できて能力詳細こんな感じです。ビルツね、めちゃくちゃ使用感いいです。まだね、試したことない人ね、ぜひ試してみてください。もうほんと右利きの、ベルナルド・シューバみたいな、感覚で使えるので、非常に操作感いいですね。
うん、でシュートもまあ全然打てますし、まあ、パスがめちゃくちゃうまい。もうベルナルドの、ベルナルドできたか、大胆なパスですけど、まあ、本当スルーパスプラスになったベルナルドシバみたいな、使用感で使ってあげるといいんじゃないかなと思います。はい、でドリブルもめちゃくちゃうまいです。でスタミナも87って容赦なしはないんですけど、まあ、全然フルで持つんじゃないかなとは思います。で高精度チップしっかりあって、でテクニカルもあって、フレア、トラッパー、そしてトリベーラと、うん、まあもう本当トップ下で使うには文句ないプレイスタイルなんじゃないかなと思います。で LM のワイドプレイメーカープラス持ってて、キャブはシャドウストライカープラスプラス、そしてプレイメーカープラスとなっております。まあ、今作はね本当にこういったタイプ、あのペースそんな速くないけどパスとドリブルめっちゃうまいですみたいなタイプが本当に優秀なので、まあ、そこはねなんか今までやっぱりペースゲーみたいなとこあったんで、まあ、そこがねパスうまければどうにかなるみたいな作品になってるのは個人的には嬉しいポイントかなとは思いますね。はい、といった感じで、こんな感じです。いかがでしたでしょうか。まあ、前回同様ね惜しくも入れなかった4、5位、6位の選手見ていきたいと思うんですけど、まあ CDM で言うならまあスタンウェイな6位かな。はい、個人的にはスビメンディ4位、チュアメニ5位、スタンウェイ6位って感じですね。まあ、スビメンディは本当に何ですかね、ちょっと操作感良くなったロドリみたいな、感覚で使えるんじゃないかなと思います。ジョッキーと、インターセプト持ってる、これ優秀ですし、まあ、しっかり、ディキタガと、ロブタス持ってるんで、まあ、本当に、操作感良くなった、ロドリみたいな感じですね。まあ、ただ守備のところやっぱ当たり負けするところあるんで、まあ、そこはやっぱロドリの方に分があるかなと思います。まあ、チュアメニはもう言わずもがなですね。もう最高のプレイスタイル以上って感じです。はい、でスタンウェイに関してはめちゃくちゃ小回りもね、効いて使いやすさはめちゃくちゃあるんですけども、守備のところがね、まあ、ジョッキーしかないっていったところで、なんか予測とかパスカット持ってくればもっと高評価だったかなっていうところではありますかね。はい、で CM に関して言えばこのテレ・アベレイラですかね、まあ、ちょっと読み方合ってるか分かんないんですけど、まあ、彼女はねめちゃくちゃ使用感良かったですね。大会でもサブで使うぐらい、まあ、ちょっと前の2週間前ぐらいかなにはなっちゃうんですけど使ってましたね。しっかりスルーパスとティキタカ持ってて、トラッパーとリベラシールドあると、うん、なんかボンマチとかプテジャスとかのつなぎで使ってあげるのは十分すぎる能力なんじゃないかなと思いますね。はい、でグーティーに関してはもうさっきも言ってますけども、鋭いパスプラス、これが非常に優秀すぎるので、まあ、トップ下で使ってあげるもいいですし、まあ、3センターの一角でバンバンスルーパス狙ってあげるみたいな使い方でいいんじゃないかなと思います。でバレラがね今作まあ非常に優秀なんですけど、小回りも効いて守備もでき何でも屋さんみたいな感じなんですけど、で守備もねしっかりプレイスタイルも優秀ですし、シールドもあって容赦なしプラスでもうフルで持つんですけど、前作まであったティキタカがね消えてこのピンパスだけになってるんですよ。まあ、そこが若干マイナスポイントかなといったところで、まあ、全然未だに強いんですけども、まあ6番だなといった感じですかね。はい、で最後キャムに関してはクバラスヘアの TOTW、これも今10万コイン以内で買えますからね。でしかも今日来たエボでパワーシュートプラスつけれるので、まあ、トレフカでね持ってる方とかはね全然やっていいんじゃないかなと思います。ポトムもね今自分ねめちゃくちゃまだ愛用しているので、まあ、開拓者はめっちゃ強いかなとは思うんで、まあ、全然この TOTW もね遜色なく使えるんじゃないかなと思います。はい、でディバラもねスルーパスやっぱ持ってるこれがでかいですね本当に。でトラッパープラスが今作自分今クライフ使ってるんですけど、やっぱりねトラップ後の挙動がめちゃくちゃ早い&このスルーパス持ってる、まあ、それだけでさらにスキル5もあって、でシャドウストライカープラスプラス、まあ本当逆足ちょっと下手なクライフみたいな感じで、あと左利きになったクライフみたいなイメージで使ってあげたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ高精度しっかり持ってますし、セットあるのもありがたいですね。はい、で最後にルイコスタ、ルイコスタなんて感じだとは思うんですけど、まあ、しっかり見ていくとねスキル4逆足4ありますし、まあ能力的にもね、まあ、ペースもまあぼちぼちあって、ドリブルもできてパスめっちゃ上手くて、うん、フィジカルもまあまああると。でさらにね、スルーパスとティキタカこれ持ってるんですよねで、テクニカル、フレア、トリベーラ、そしてトリベーラじゃなくてトラッパー、そしてトリベーラと、まあ優秀ですよね、うん、でプレイメーカープラスプラス普通に強いんですよ。こうやって見ていくと今作の欲しい要素、トップ下に持ってる要素を大体持ってるっていうところで、まあ、非常にね使用感も、いいんじゃないかなと思うんで、まあ、ぜひね使ったことない方はね試してみるといいんじゃないかなと思います。はい、という感じで、今回の動画以上になります。いかがでしたでしょうか。次回はね、アタッカー編ということで、そちらもね楽しみにしていただければ幸いです。まだの方はねぜひチャンネル登録高評価、そして X、Twitch のフォローもねぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画配信でお会いいたしましょう。バイバイ。